ユーロハウンドユーロハウンドは、スカンジナビア半島原産のスレッター犬種の一つで、ある。スレッター用の犬種の中では有名なものの一つで、あるが、まだあまり、日本では知られていない。本来純血種ではないが、近年は大仏種としての確立が進み、犬種クラブも存在する。もともとは、アラスカンハスキーの一系統としてまとめられていたが、 個体数が増えタイプが固定されたため独立した剣士として扱われるようになった。独立はしたが、まだ完全なる純血種ではない。ユーロハウンドはシベリアンハスキーをベースに作られた系統のアラスカンハスキーにポインター剣士を意思交配させることによって作出された。それによりハスキーの体力とスレッダー能力にポインターの仕事に対する熱意が組み合わされた強力なスレッダー剣士として 世界中の様々なスレッダーレースで使われるようになった。また、スレッダーレースに使われる以外にもこの犬種の使役方法がある。それは、アメリカ合衆国のアラスカ州やノルウェーなどの艦隊地域でスレッダーとして主人と荷物を狩猟場へ運び、ポインターとして獲物を探し、発見すると前足を上げポイント行動をして主人に知らせて狩猟を手伝うことである。 この他にも、ペットとして飼われたり番犬として、畑の見張りをさせたりなど、ユーロハウンドの仕事は多岐にわたる。ユーロハウンドはあまりスレッダーレースのことを知らない。人には知られていないが、実は日本にもスレッダーとして、北海道に輸入されていて、一部地域では、ブリーディングも行われている。ミックス犬であるが、見た目のバーラつきは、ほとんどない。大半が折れ耳。 半れ耳でタレオと足が長く、毛色はブラックの地にホワイトのマーキングがあるものか、白地にブチがあるものである。コートは短毛でダブルコートのものとシングルコートのものがある。無駄のない体型でダブルコートのものはややハスキーに近く、シングルコートのものはややポインターに近い外見をしている。大きさは聖剣がないが、体重は18から2 4ラムが、 最も好ましいとされている。健康面の問題は雑誌化強制が現れるため、遺伝的疾患がほとんどない。ただし、アラスカでは歌詞により、関節の損傷や胃潰瘍といった疲労による、怪我、病気が報告されている。寿命はおよそ10から14年ほど。体力が非常に多いため、運動量は両検並みに多く必要とする。性格は情熱的で人慣れが早い。 ありがとうございます。